朝10時出発、高速道路も快調に走れて約3時間後に浜田に到着。中四国地区最大の水族館ができたと聞いたので行ってみた。サンゴ礁に住む色鮮やかな熱帯魚たちの水槽だ。タイミングが悪くてイルカのショータイムが終わったばかりだった。オープン後まだ3日目ということもあり、平日にもかかわらず大勢の人出で、地元のテレビクルーもインタビューに苦労していた。
この広い歩道橋は水族館と日本海の浜辺を結ぶ通路である。